コンドアの岩江遺跡群は、タンザニアのドドマ州、コンドア地区にある洞窟壁画群を中心とする遺跡である。神秘的にも高く評価し得る岩江群が数千年にわたり蓄積されてきたことや、洞窟が地元民の伝統文化と密接に結びついてきたことなどが評価され、ユネスコの世界遺産に登録されている。コンドアの岩江は、赤い絵と白黒の絵に対別でき、 前者の方がより古い。そちらは弓矢を携えたカ人ドや霊洋、像などの狩猟対象の獣が描かれている。後者は一転して家畜が中心となっているため、描き手が狩猟民から牧畜民へと変化したことが伺える。鉄の精錬所跡なども発見されており、その年代調査の結果、白黒の絵は1500年ほど遡るものであることが、 明らかになっているが赤い家の継続年代は未生のままである。洞窟は住民の伝統文化で重要な位置を占める。成人の通貨儀礼に使う人々や聖地と崇める人々などがいる。2000年に暫定リストに登録され、2005年に世界遺産委員会で審議された。しかし、干渉地域が設定されていなかったことなどの不備6点を指摘され、 登録が認められなかった。翌年、周囲500メートルの干渉地域を設定することなどの改善策がまとめられた。結果、最新儀にかけられ、登録が認められた。今度は地区にどれだけの洞窟壁画が存在するのか、その全体像は未解明である。世界遺産に登録されているのは以下の193箇所である。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、 以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。